けど、ね、かなり危険だったけどね。で、あれですか、もう卒業されて、大学も大学の卒業も、まあちょっと飛び級して、ああ、飛び級して、後ろの方へ。そうそうそう、そうじゃあ、おいくつだったんですか、卒業された時かも。卒業したのいつやったやろ。いや、年齢普通、何歳ですか。まあ普通だったら、まあ最短で言ったら22ですか、普通は、はい、4ぐらいだ。あ、4ぐらい、あ、5。ああ、なるほど。あった、入る前と、中でちょっと、そうそうそう、飛び級として、はい。で、就職されたんですか。一応な。ああ。なんか、それがなんか聞きたいんですよ。多分、僕ちょっと小耳に挟んだことありますけど、うん、知らない人はすごく意外だと思うんで、聞きたいんですが。はい、なんて聞いてるの。もう、国語の先生。ああ、そうです。高校で教師やってます。あ、そうなんですか。もう卒業してすぐ。いや、すぐはだから塾の。あ、塾で勤めて。はい。で、塾で国語教えてたんですか。へえ。で、3年ぐらい神戸の方の、はい、あの国語の教師。あ、公立。いや、私立。何ちとかやったら、野球で有名なとこ。神戸で、うん、どこやろう。長田区。長田区。育英。あ、育英ありますね。はいはい。へえ、国語3年間どうでしたですか、その教鞭に立たれて。いや、なんか話もこんないから生徒には受けてんけど、はい、職員室で浮いとったの完璧に生徒には人気ありましたか。生徒にはな、まあ、はい、まあ、こんないから、あ、でもう試験問題とかも全部教えて漏洩ごめん。今度の中間、こんな、この問題や。はい、はい。答えもこんなんや。全部欲しい。そのまんま出るんですか。それでも二十何点とかのやつもん。ああ、まあまあね。生徒の方もまさかって思うんじゃないですか。そう、びっくりしそうだ。そうそうそう。ね、まあ、確かさっき小学校の時の話で言えば、50分の授業が非常に苦痛で、最初の5分ぐらいは聞いてるけど、残り45分頭で勝手な妄想をしてた方がいざ先生になって授業をしたというのが僕の中ではすごい驚きなんですけどね。だからあの立って、まあ、黒板後ろにして立って教えるやん、はいはい、で例えばこう教科書のこことか教えるけども、はい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 、いろんな話するやん。あ、はいはいはい、だからジャズと一緒にアドリブやん。あ、一種のライブである。そうそう、だから生徒が、うん、俺が今度見たら、うん、あの1組と2組の生徒が返すことがちゃうよ。おお、だからオーディエンスが変わると、はいはい、なるほど。ノリノエ組なんかノリノエ、まあ、いや、僕らもそんなん楽しみでした。確かに生徒の時は先生が脱線しはってね、その特進コースみたいな、ああそんなやつら真面目やから、はい、俺がなんかちょっといいともふんってこう笑うだけやねんけどアホクラスがなんかバーッ言うて先生それはどうなのこうなの全然進めん授業あ、私ですよ。そうやねん、そうやねん、男子校やったから。あ、へえ、あ、そうですか。自信前の話やけど。あ、はいはいはい。そうですか。だから特進よりもそうじゃないクラスの方がそう乗りがくって受けてで、その職員室での姫さんどんな感じだったんですか。職員室はな、なんか、一回、あの当時は、はい、あの DVD とかなかった。ビデオ。VHS とかベータとかの、うん、はい、で、裏ビデオみたいなのがあって。職員室に。それを売ったって、なんか職員室が。先生に。エッチそうな顔。エッチ先生に。それ、つったが、まあ、ちょっとあったから。ああ、入手して。飛ぶように売れたね。まあ、そいつも人間やからさ、いいんですけどね。でも、打って、うん、で、同僚の先生方も欲しがって、そうそうそう、結構で、結構儲かって。いや、まあ、儲かるからさ、全然儲かる。ああ、でも、まあでも、そんな人と逆に好かれるんじゃないんですか。いやー、まだな、私立やからな、いろいろあるね、校長派。理事長派、体育会計派とかなんかいろいろ派閥があって、でファックって思ってやめたって。あ、
あ、バカバカしいと、そういう誰を対象にしてごますってとか、そんなんは。まあ、それがあれですか、その先生辞められた理由。派閥がバカらしいと。いや、まあ、派閥がバカらしいのは、まあ、まあ、ファックやと思ったんですね。まあでもノリノリいい生徒たちとはね、そう、楽しかったでしょうけどね。で、そのファックや言うて、でそっからどうされたわけですか。でそっからまあ任教の世界。任教へ。次はどんどん任教って具体的には、いや、これはちょっと言われんけど、ちょっと南の事務所の方に事務所に出入りしだしたんですか。もう逃げてやん。いや、もうあれ、そっから仕入れたんですか、そのビデオ。いや、それはまた違う。あ、また違うんですか。違うんですか。で、音楽の方はどうなんですか、その卒業されてからは。いや、だからそのやってる間も、はい、トラで、あ、先生の時も、はい、しとったけどね。はいはい、ここにも来て、セッション、あ、はいはいはい、やったりもしてるけどな。はい、八番にいっぱい、はい、怒られて。ああ、当時すごい厳しかったみたいですね、八番は。厳しい、まあ厳しい、うん、うん、まあおもろかったけどね。ああ、岩渕さんも、圭介さんもずっと、岩渕さんもぶちゃぶちゃ言われたらしいですね。チェンジバンドとか言われたって、うん、いやいやいや、そうですか。いや、なんか、あの小学校ぐらいの話が強烈すぎて、そうかな、なんかそれを上回るような、なんかエピソードはないですか。あの、はい、さっきの好き嫌いの話は言います。はいはい、まあ、好奇心があったから、はい、何でも口に入れたいな。あ、そうなんですか。お、とりあえずおしっことうんこは食べたわ。あ、そうですか。それは何、食べたって、そのバクバクって、ね、ちょっとこう食べてみる。それは自分のですか。そうそう、人の前よくないんだ、人の前よくない。そうですか。それはいつ。いや、小学校、小学校で、今でもあのたまにあの魚ってなくなったら鼻くそとかちょっと食べたりする。今でも、うん、ちょっと塩気があった、塩気がどうでした、味は。あの塩の方は、いや、なんかちょっとしょっぱいかな。だいぶなんかちょっと味はうまいにもうなんか吐き出した。あ、そうだ、味はっていうか、なんかとにかく俺はやったんだいうのが欲しかった。偉業を、そうそう、凡人にはできないようなことを。それが欲しかったの。あ、味より。達成したと、そうそう、手に入れたと。そうやけど、あの、こ、虫のあれ、蜂の子とか、あ、新種、はいはいはい、あんな稲田によって。あれはダメだ。あ、へぇ。食うほど食うてそのうんこをトーストに塗って食うとか、そんなんじゃない。どんな食し方をされたんですか。生ですか。いやいや、ペロッと。常温で。で表面シュッとやってこう、ドゥーッとこう、やった、俺はなんかちょっと超人やな。超人。いや、超人ですよ。いや、そうですか。だからうんこ舐めたから、はい、未だに花粉症になってない。あ、本当ですか。そう、アレルギーやからな。あ、克服したからな、アレルギー。ああ、だから昔、はい、海中とか。あ、海中ね、乗ってる人は花粉症になれへんとか言う。あ、海中なんか出まくったもんな。ああ、ない、ない。あ、そう、ね、なんか長いやつですか。そうそうそう、うわ、出て、お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん、こんなん出たのとか言って、うわー思って、なんかもうこのぐらいのがケツからガーッて出てから、びっくりした。あれ白いんですかね。海中、海中。お母さんどうおっしゃってました。いや、引っ張ってくれてた。多分同時手はおられませんでした。なんか落ち着いてる。そらそらもう、そら昔の人からはいはいって想定内でいいですか。俺らとは違うやん。ああ、そっか。ああ、なるほどね。言うても何
あの焼夷弾ば追ってくる。ああ、そうか、戦時中や、うん、なるほどね。海中ごとにでは、海中ごとにでは驚かない。そっか、やっぱりでも、うん、たくましいというか、いろいろね。いやいやいや、いや、もう僕多分対談26人とさせてもらってますけど、今日一番笑いましたよ。あ、そうだ。はい。うふんとしちゃう。本当にね。まあ楽しみには知ってましたけど、ここまで笑かしてくれるとは。まあ。はい。ちなみに今言ったこと全部嘘やけどな。いや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 、それはないと思う。すごいリアリティでしたもん。はい、いやいや、もうむっちゃ刺身好きやし。もうピザなんかあんま食えへんし。全部覆してますね。女性とキスするのは嫌なんでしたっけ。それだけはお前。あ、それだけは。いやいや、いやもう楽しすぎるんですけど、はい、ちょっとまたこれジャムセッションもありますんで、またあれなんですけど、次回のですね、お友達、まあまあ、ほれ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 、また来週も出るんですか。ほれほれ、いや、お友達、どうするんですか。いや、しないしない、しないしない、なそれはいや、誰か、あ、本が、本がセッティングする。そうそうそう、友達は手でやって、手で、手でやったやわかる。まあ、またちょっとそしたら、後日、また1ヶ月余裕がありますんで。いやいや、いくらでもいそうですよ。その辺でこう、いろんなつながり、だっていろんな、あれ、上辺だけや、その上辺、上辺だけや。いやでも、いやいやいや、姫さんはそうでも、あの相手からしたらやっぱりカリスマ的なところがあるんで、だからもう孤立して、いやいや、でもあの逆に姫さんが声かけたら言うこと聞いてくれそうな人。そういや、言うこと、いや、あの、まあ、姫さんがおっしゃることでしたらぐらいの何人もいそうなんで、まあそういう体でやっといて、いや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 、そういう体で見つけてきてください。はい、じゃあ、まああのね、姫さんはこうあれですか、さっきのちっちゃい子からの壁の話じゃないですけど、そのサックスをこう吹いておられる理由みたいなものをこうあれですか、やっぱ表現なんですか、表現。いやー、何やんの、ダセーやろ、ダセーダセー。いやでもね、この間も一昨日ですか、ライブ見させていただいたんですけど、すごくこうなんか緻密にやっておられるような気がしたんですけど。緻密？緻密に真面目にというか、なんかいい加減じゃないと思う。よせや。いや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 。いや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 。本当にあの一見ね、なんかこうわーってこうフリージャズってこうなんか直訳したらこう自由にってこう意味は止めないことないんですけど、なんかそうじゃないなんかこう。部分も感じたんですけど、いや、それからあのいろいろやね、この前やったあのファンキー、はいはいはい、60年代ファンキーの曲、はい、みたいなのを、はい、自分で作ってやったけども、はい、だからいやーってこうやるのがフリージャズということで、はい、何でもやるのがフリージャズ、ああ、なるほど、はい、ジャンルとか範囲を決めないのがフリー、そういう意味がフリーと、そういう意味だと、ジャズでもない、あ、ジャズでもない、フリーミュージック、いや、オレミュージック、音楽でもない、オレミュージック、ああ、なるほど、マイルスみたいな、ああ、いやいやいや、いや僕の中では双璧かもしれませんね。いや僕も初めて姫さん見た時びっくりしましたしね、で今日の対談でも改めてびっくりしたんですよ、ね、もっとびっくりさせてあげる、いや、そうですか。いや、あのこの後ね、ジャムセッションもありますしね、あ、そんなん、あるますね、あの姫さんのサックスを聞いたことない人もいるかもしれませんのでね、聞かんほうがいいな。例えばですよ、例えば姫さんのサックス聞いたことない人多分いるんですよね、でそういう人の前で演奏するじゃないですか、でそういう時ってこう、例えばですよ、単純にこう俺の新たなファンを増やそうかなとか、そんな心理とか働くんですか。いや別に誰の前であろうと、はい、まあ、容赦はせんだけど、あ、容赦はせん、ああ、やると、だからそう、だから前でも、はい、だいぶ前やけど、マスターとかと一緒にダウンショーの方の前で、はいはいはい、
なんかクリスマスのイベントでやった時でも、はい、ガー吹いたったからな。ああ喜んどった。だからこう、まあ迎合とかは決して当然しないということですね、当然ね。いや、迎合はしてる。迎合はするんですか。迎合はする。迎合してるけども、うん、容赦はせる。いや、そうです。迎合するけど容赦はしない。だからオーディエンスはやっぱり意識はするんです。いや、そらす。あ、するんですね。いや、だから昨日、あ、おとつい、はいはい、一人、あ、はい、一人だけやって、そうですね、一人の客ってむっちゃな緊張する。それはおっしゃってました、覚えても、なんか100人おった方がまだ堂々とできる。一人が聞いてるっていうのは、なんか妙に、意外に緊張するって。あ、セガの、あ、聞いてくれる、セガのためになんかちょっとする。あ、すごい意識されるんですね。だ1万人ぐらいおったの。もうなんか、カスみたいな。カスって言う。ああ、意外に一人が、あ、まあそういうもんかもしれませんが。そうや、だ1対1は苦手やな。ああ確かにね。だから1対多数の断交とか。断交ない。断交それはやな。なるほど、1対1は苦手、断交がいい、ね、名言ですね。今日の対談をこれで締めくくっていいかなと思います。どんな締めか。ジャムセッションもね、乱行でこう巻き込んで、ツーショットの対談をこれぐらいにして終わりたいかなと思うんですけど、なんか最後に、いや終わりたいかなっていう時に、はい、お決まりのええー、みたいな。いやいやいや、お決まりやろそれ。いや結構、いや、ノリ悪いやつらやろこいつら。特進クラス。あかんな。特進クラスはダメですね。うまい。このノリ悪い時に、はい、薬があんねんで。また清原の話に戻ります。そうそう、シャブはやるもんやない。やるもんやない。やるもんや。それで締めますか。シャブはやるもんやない。売るもんや。ありがとうございます。ありがとうございます。木村さんでした。素晴らしいな。あ、疲れた。